ちょ、こんにちは。ベストナインおじさん、はい、久々になあ、これまで数々のベストナインをやってきました。で、今回は、はい、豊さんがドラフトにかかった年、はい、何年だか覚えてますか？1980年です。そうです、1980年にドラフトにかかった選手だけで、はい、セパでベストナインを作ってみよう、そしてどっちが強いか対決してみようという、まあ、想像の中だよな、対決はね。まあそうですね、はい。何年前だ、2020年でしょ今。そうですね、40年前。そうですね、40年前です。すごいな、40年って生まれてんな。もう、ま、ずいぶんあれだな、生まれてんな。なんで笑ってんの？ちょっと、ゆうたかさん何歳でした？じゃあ、いやだから21の時ですよ、22か。私生まれてまだ2歳とか3歳とかですよ、まだ。もうゆうたかさんはドラフトに、まあ、かかってたもん。頑張ってるね。俺も頑張ってるけど。そうですよ、頑張って、このね、東京さんも引き抜いてますけど。そうだよ。はい、まあ、じゃあ1980年代ドラフトかかった選手たちで、まあ作るんですけど、はい、うん、セリーグからちょっと。セリーグから作る？作ってみますか。セリーグ、まずその年は、あのね、はい、この年はね、うん、ドラフトが4人しかかけられなかったんだ。え、だから少ないんだよ。え、そんな年か。うん、それ以外はドラフト外とか自由競争だったの。はい、だから4人しかドラフトされてない、各球で。少ない、少ないんだ。じゃあポジションもちょっとかぶったりとかまだないとかありますよね。いやいや、だから難しかったと思うよ、この年。まあ有名なところで言えば、はい、まあ豊さんが太陽フェルズに3位で、はいはい、かかりますよね、はい、で広島は1位が川口さん、川口ね、だったんですね、はい、であとジャイアンツは同級生の原さん、原ね、あと駒田さん、駒田が2位だね。しかもピッチャーで、いやピッチャーはやってたんだよ。で、いろいろ、例えば中日中尾さんとか、うん、阪神は投手で中田さん、トラボルタって言われてたんだよ。ジョン・トラボルタ、うん、似てるとか言って、かっこいいじゃないですか、西さんから。いや、対戦したけど、うん、どこがトラボルタだと思ってたけどね。で、阪神タイガース2位は泊さん、そうだ、ね、江南から審判やってるよね、今ね。審判されてる方なんですね。そう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 。で、この中から、はい、じゃあちょっと、まあピッチャーからいこうか。はい、まあ、あの広島の川口だよね。ここはね、まあ他見てもいないんだもん。いや、同じ太陽に広瀬さんとか、うん、あと堀井さんも投手で1位、うん、2位ですよ、ドラ1ドラ2。いや、もうほとんど投げてないもんね。あ、投げてないんですか、ほとんど。まあ川口、キャッチャーは川口さんにしましょう、はい、で、キャッチャー、キャッチャーはやっぱ中尾さんだな。キャッチャー中尾さん、はい、中日のね、はい、中尾さんってさ、やっぱキャッチャーにしてはバネがあるというかさ、どっしりっていう感じじゃないんだよ、はい、肩も強かったし、フットワークがいいキャッチャーだったね。だからバッティングを変わるってレフトとかやったことあるけど、はい、やっぱキャッチャーは中尾さんだな。中尾さん、中尾さん、はい、はい、で、次ファーストというか内野手で見ていきましょうか。ファーストは駒田、はい、もうそうですよね、やっぱ上手かったしね、はい、実際も打ってるし。そうですよね。で、次セカンド、セカンドは俺かな。俺ぐらいしかいないんだもん、だって。まあ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 、そうです、だってね、取ってますし、タイトル。そうでしょ、はい、もうそこはもうなんと次だかさ、ここまで見たらいいでしょ、すごく。で、なんかもう終わってきますよ。で、サードは原、これちょっとすごくないですか。すごいなみたいな感じでしょ。はい、もう鉄板じゃないですか。そうでしょ。ショートはいないんだよ。え、ショートが探すけどいないんだけど、まあ、泊まりさん、阪神のどうだったんですか。いや、ショートできたのかなとか思うんだけど、どこのポジションで入ってらしたの。まあ、内野だよねぐらいしか印象ないんだよ、あんまり。じゃあ、もう、泊まりさん、泊まり、じゃあ、外野3人。外野はね、ちょっと1人コンバートしたいんだよ、キャッチャーから。いや、いないんだよ。いや、セリーグって、この時って、はい、外野手がね、ほんと少ないんだよ。まあ、4人しか取れなかったっていうこともあるし、はい、この時の風潮からすると、はい、やっぱりピッチャーに全部行くんだよね、大体。ピッチャー多いですね。多いでしょ、はい、いや、まあ大体のドラフトってピッチャー多いんだけど、はい、だけど内野をやってれば外野にコンバートができるっていうセ・リーグの考え方なんだよね。だから内野手を取っとけば、内野できないんだったら外野手行けって、そういう感じで多分取ってると思うんだよ。そっか、そうですね。この年外野で取ってるのは広島のドラ3のその松林さんと、はい、ヤクルトドラ2の佐々木さんぐらいでしょ。だけですね。そうでしょ、はい、だから、はい、原慎二、
はい、広島のキャッチャーだったんだけど、はい、広陵高校、はい、この選手を入れたいよね、外野にバッティングが良かったもんね。あ、そうなんですね。いつも俺に懐いてさ、宇高さん、宇高さんって言って、うん、いや、可愛いやつだったあ、そうだったんですね。ただキャッチャーとしてはキャッチャーとしても出たよ、もちろん立川さん、ああ、かぶってるかぶってる、かぶってますね。あ、一緒にかぶってる。だからキャッチャーとしてじゃなくてやっぱバッターとして良かったよ、うん。じゃあ外野手にコンバートということで、ここはじゃあ、はい、原さんと松林さん、はい、佐々木さんと松林さん、佐々木と松林さん、そう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 、どう、松林さんと佐々木さんってはどんな感じだったんですか。いやー、俺ほとんど知らないで、ね、いやだってしょうがないもん。だから超わ、いやこれオーダー組んだらどうなるんですか、一から。いや一番俺しかないだろうね、まあ、そうなってくるとね。ちょっといいですか今、1番が高木豊、うん、2番は2番は原慎二、原慎二さんの方ですね、うん、はい、コンバート3番駒田でいいんだよ。あ、3番駒田さん、はい、で、4番原、原さん、はい、うん、5番に中尾さんじゃない、キャッチャーの中尾さん、うん、はい、で、松林、よく分かんないわかんないよ、泊まり打つのかどうなのか、佐々木でいいんじゃないの。あ、6、7、8、よく分からなかったですね、分かんないだから、こうなるよね。で、川口でしょ。あ、そうですね、うん、9番ピッチャー川口さん、でなるなりますね、はい、でパ・リーグ、パ・リーグ作りましょう。これセ・リーグ一旦置いて、ね、でパ・リーグはピッチャーが、はい、あ、もうそう、いきます。いや、まあ石毛さんとかドライチで、そうだな、はい、で、アイコーさんがロッテで、ああ、これドラフトの時にこうやってちょっと渋い顔したんだよね、ロッテに。あ、ロッテかっていう感じだったんですかね。で、大石大二郎さんも、ね、あ、そうね、アジア大から、はい、近鉄行ってますし、はいはいはい、僕は弓岡っていうのもね、阪急に虎さん、あの同じ年なんだけど、はい、東洋大姫路でね、はい、弓岡すごかったよ、守備うまくて。あ、そうなんですね。しぶとい選手だったね。うーん、うん、南海ホークス、例えばドライチ山内さん、あ、山内さんもね、はい、確かにいいんだけど、はい、ピッチャーとしてね、はい、いいんだけど、もうちょっといいなっていうピッチャーがこの年にいるんだよね。あ、いる。いる。あ、まあまあまあ。山内さんもいいよ、もちろん。あ、そうなんですね。ああ、どうですか、こうメンバーを見ると。まあ作ってったら分かると思う。あ、じゃあ行きますか。ああ、ピッチャーは。ピッチャーは杉本。西武ライオンズ。あ、杉本さん。あ、これがまたいいピッチャーなんだよ、左ピッチャーで。へえ。活躍も。した。あ、もちろん、ね、あの西武の優勝にも貢献してる。お、そうなんですね。あ、じゃあ。まあ後に、中日にトレードされる。ファースト一塁はキャッチャーな、あ、そうですね、すみません、うん、キャッチャーが長浦、あ、阪急ブレーブスに、ドラ2で長村さん、うん、はい、これ駒澤大学で一緒にやってたんだけど、中央と、そっかそっかそっか、うん、はい、まあそこまで実績は残せなかったけどね、うん、まあまあキャッチャーとしては堅実だったね、はい、はい、で、一塁いきましょうか、はい、一塁はアイコー、あれ、アイコーさん、アイコーピッチャーからバッターになったよ、あ、そっか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 、じゃあアイコーさんは一塁ですね、うん、一塁、うんうん、で、セカンドが、はい、大石大二、あ、まあ、そうですね、うん、で、サードが弓岡、弓岡さん、はい、で、ショートが石毛さん、ああ、強い、で、外野手が木村、はい、日本ハム、はい、まあ、近畿大学から入ってきたんだけど、はい、まあ、大型の選手でね、まあそこまで活躍はしなかったけど、はい、まあこの時はやっぱ足も速かったし、はい、まあいい選手になるだろうなと思った選手だよね。で、外野もあと2人ですね。岡村さん、ああ、西武のドラ2ですか。はい、河合楽器から、ね、これは大学の先輩なんだ。あ、中央大学の左バッターで、はい、まあ甲子園でも優勝してるというね。あの、ライオンズに入ってからは活躍、まあまあそこそこ、そう、うん、まあでもあの時代の、まあ、西武だから出るのっていうのはまあ大変だったと思うけど、はい、まあまあそこそこやった人だよね、はい、で最後が、武藤さん、法政大学ロッテのドラ2、はい、はい、どんな選手だったんですか。まあ原と大学の時はライバル視というか比べられてるぐらいの、はい、まあ、長打の持ち主だったよね。あ、そうなんですね、うん、秋田出身でね。へえ、だからまあ そこが入ってくるかなと。はい、じゃあこれで揃えます。指名打者はいらないですよね。指名打者いらない。はい、じゃあこれで指名打者までもういけないよ。ただね、この年も豊作の年って言われてたんだよ。これなぜかというと、はい、俺らが大学からすぐドラフトでしょ、うん、
でプリンスホテルっていう、うん、プリンスだからあの石毛さんとかもそうでしょ。あ、プリンスだし、あの中尾さんもプリンスです。はい、その時に大学のスターを集めたんだよ、社会人を作るのに。で2年経って俺たちのと被ったんだよ、ドラフトが。あ、じゃあだから豊作の年って言われて、はい、ベストナイン組むとあれみたいな知らねえぞみたいなやつも出てくるわけよ。まあそうなってくるんですね。そうなってくるんだよね。じゃあちょっとだから一番大石大臣だよね。はい、大石さん。はい、二、はい、番弓岡、弓岡さん。はい、で三番石毛、石毛さん。はい、四番武藤でいいんだよな。武藤さん、うん、はい、まあ、しょうがないよ、ね、え、いやしょうがないんだよでも四番打てるような感じの、うん、でもないけどね、はい、実績から見るとね。はい、まあ、で五番愛子、愛子さん。で六番木村でいいな。木村でいいなっていやいやもうねここら辺はもうわからないよ、まあ、木村で、あ、岡村さんでいいか。どっちにします？岡村さんだ。岡村さん、はい、先輩だから打順上げましたね、岡村さん。7番木村、はい、8番長村、あ、長村、もう名前すら間違えてますよ、はい、で杉本、はい、ピッチャーが杉本、うん、さあできました。さあできました、はい、さあて、うん、皆さんの、はい、予想はどっちが勝つかね。どっちが強い、どっちが勝つか、ね、ちょっと打順言ってみて、セリーグ1番高木、はい、2番原、はい、3番原慎二、原慎二さんですね、はい、3番駒田、はい、4番原辰徳、はい、5番長尾、はい、あ、中尾、中尾、はい、6番松林、はい、7番が泊、8番が佐々木、はい、そしてピッチャーが川口、はい、一方のパリーグ、はい、1番大石、2番弓岡、はい、3番石毛、はい、4番武藤、5番愛子、6番岡村、はい、7番木村、8番、長村、はい、そしてピッチャーが杉本。さあどっちが勝つか。でもさ、ドラフトのその年でこう組んでいったら、はい、すごいドラフトの時があるだろうね。どの年だろう。いやー、それやっていかなきゃ分かんない、ね、ちょっとやってみたいですね。これはもう打撃だけでいいんですか、それとも守備も全部オール含めての、まあ、守備分かります、まあ、とりあえず名前を入れたら、ね、まあこういうドラフトを振り返りながらの懐かしい話だから、はい、いいんじゃないの、はい、そこまで、そこまでは詳しくは突っ込んでくるんだ、ね、ちなみに豊さんはどっちですか。パリーグは強い。ちょっと待ってください、豊さんセリーグ、いや、パリーグ強いと思うよ、これは。強いですか、はい、じゃあ皆さんが見てどちらが強いかをぜひコメント欄に、まあそうだね、ちょっとぜひ書き込んでください、はい、よろしくお願いします。